立代々木競技場第2体育館です。第50回関東大学女子バスケットボール選手権記念大会、これより D ブロックの決勝です。松蔭大学対順天堂大学の一戦をお伝えいたします。今会場では両チームのチームスタッフが紹介されています。まもなくスターティングメンバーが紹介されます。さあスターティングメンバーの紹介です。まずは白色ユニフォーム松蔭大学、4番松永桃子、6番小谷博美、8番野沢美代、14番加藤浮葉、15番星沢誠。対して青色ユニフォーム順天堂大学、5番高瀬あずさ、6番関根花江、10番越智遥香、13番米谷律香、16番花田愛。以上が両チームのスターティングメンバーです。さあいよいよティップオフを迎えます。 D ブロックの決勝、今ゲームが始まりました。最初にボールをコントロールするのは白のユニフォーム松蔭大学です。さあ左から星沢パスを出す、右大きく揺さぶる、ダイナミックなモーションからシュートを打つ、リバウンドのボールを拾った順天堂です。順天堂は紫のユニフォームです。左から右に攻めている順天堂、ボールキー花田パスを出す、大きく揺さぶる関根、高瀬からさらに今シュートを打っていったのは落ちです。の前にファールがありました。順天堂のフリースロー、しっかり決めます。シューターは落ちです。2投とも決めました。順天堂の落ち、さあ今度は右パスカットしていく、うまいディフェンスを見せました順天堂高瀬。ここは松蔭ボールになります。右中央ミドルからスリーポイント狙っていきましたが、バウンド、加藤のスリーポイントでした。さあ今度は順天堂フロントコートに入っている花田、右先ほどツースローを決めたオチ、そのオチがシュートを決めていきました。オチのシュートが決まっています。さあ今度右からのスリーポイント、今度は松蔭、しかし決まりません。その後のボールを拾っています。小谷回り込んできた、味方を使う松永、その松永がドライブ中央からファールを受けました。松蔭にチャンス、高瀬のファールです。順天堂ツースローは4番松蔭の松永です。ツースロー失敗ということで順天堂ボール、順天堂高瀬、一旦止まってからパス、関根、そして左大きく花田が回り込む、相手ディフェンスしっかりつく中でイン、いやここは外です、コーナーから中に行ってインサイド、相手をかわしてのシュート、リバウンドどちらが取るか、順天堂がリバウンドを取った、スリーポイント弾かれた、リングが弾き返しました、ボールを弾き返します。さあ今度は
松陰、左、いや加藤、思い切ってシュート決めていった。さあ早い展開です。今度は順天堂、高瀬、パスを出していく、揺さぶって自らインサイド、回転してからのシュート、リバウンドは本戦の中で松陰が取った。松陰がリバウンドを取りました。松永、すぐにフロントコートにドリブルを仕掛けていく、そしてパスを出してスリーポイント、リバウンドも拾っている松陰、こちらのスリーポイントも決まらない。連続シュートでしたがボールはリングに収まってくれませんでした。今度は順天堂、右から米谷、シュート弾かれまして今度は松陰、右からです。ディフェンスを引きつけてパスをしていってスリーポイントを狙っていって、これが決まった。松陰の松永、さあ今度は順天堂、振り返ります、ルックアップしてどこにパスを出す、右に出した関根、スイッチ花田、そして関根シュートを決めていきました。さあ今度は中にパスカット、いい位置でパスをカットしました。ここは一人独走ヨネア、しかしうまく決まらないが、その後のバックアップ味方のシュート、ゴールが決まっています。さあ今度は松陰、左からチェンジオブペース、緩急をつけて自らインサイド切り込んでいってからのシュートでしたが決まりません。リバウンドを拾っているのは順天堂、右にボールを散らしていく関根、笛が吹かれています。ここで選手交代があります。順天堂大学14番の小沢が入っています。さあ松陰ボール、左へ、またボールを受ける松陰、松永スリーポイント思い切って狙っていった、しかしリング前方、リバウンド取りました、順天堂リバウンドを取りました。リバウンド取った落ちからパスを送っていって、今ボールは先ほど勝った小沢、そしてパスを中にインサイド行って関根、切り返しからの味方のシュート、リバウンド高瀬からのシュートは決まりません。リバウンドを拾っていったのは松陰、さあ縦に松永、パスを味方に預けていって左から、いやここは中へ、さらに左スリーポイント、しっかり決めました。14番加藤、さあ今度は順天堂、左出ながら、おっとトラベリング、松陰ボールになります。これ順天堂選手交代の準備、松陰右から左、そして中央からシュート、これは決まりません。今度は順天堂ボール、順天堂は右に関根、さらにパスを小沢が取りましたが笛です。湘南の星沢がファールです。そしてボールは順天堂ボール、落ち、あーっと高い位置奪われました。松陰はそこを逃しませんでした。加藤が決めていきます。一瞬の隙も許されません。この展開シュートをブロック、しっかりここはブロックしてシュートを打たせませんでした。松陰ボール、右
パスを出して中インサイド相手を背負っていますが、振り返ってからのシュート、リバウンド野沢が取りました。その前のプレーか、ファウルがありました。高瀬のファール、順天堂です。ショーインボールになります。さあショーイン中に入れていったところですが、トラベリング、ここは順天堂ボールです。縦に入れてどこにパスを出すか、順天堂続く上です。順天堂ボール、さあ左続く縦に長いパス、これはアウトオーバンズ、直接切れていきました。ここでタイムアウトです。負けたら終わりのトーナメント、今日勝てば決勝リーグとして勝ち上がった4チームによるリーグ戦決勝リーグに進めますが、ここまでの勝ち上がりです。まずは松陰大学、初戦は東海大学相手に97対40、2戦目は山梨学院大学相手に73対54で勝ち上がってきました。対する順天堂大学は初戦は國學院大学に78対27、2戦目は筑波大学67対52で王者筑波を下して自信をつけてこのブロック勝ち上がってきました。さあタイムアウト明け、ショーインボールです。残り3分20秒の第1クォーター、左ボールを持って野沢、加藤から松永、思い切ってスリーポイント、これが決まった。キャプテンのスリーポイントが決まりました、松陰。さあ今度は順天堂、左中から左へ大きく散らすドリブル、そしてシュート、上がありました。順天堂のフリースローです。1投目ボードに当たります。2投目どうか、しっかり決めます。2投目はしっかり決めました。4番続くでした。さあ次は松陰、相手を背負って反転してからのシュートですが、ファールがありました。松陰ボールです。順天堂の小沢がファールです。そしてこの間に選手が2人変わります。両チーム1人ずつが変わります。順天堂は13番米谷が再投入、そして松陰は横山が入った。さあその間にスローイン、リースローが1投決まりました。順天堂、さあ順天堂今度の攻めはどうか、中央からミドルでいいシュート放っていきます。スリーポイントですが決まりません。リバウンドを収めた松陰、左こちらもスリーポイントの応酬決めていきました。14番加藤です。そして今度は左、順天堂右へ、シ
中央から落ち、自らドライブ、中からシュートはリバウンド、相手に取られた野沢、リバウンドを保持してパスです。松永、そして左中、振り返ってからのシュート、リバウンドを拾っている野沢、な松永、さらに右からスリーポイント狙っていったがリング前方でアウトオーバウンズです。いいスリーポイントがありました。強引野沢です。今度は順天堂の攻め、右縦、そしてシュート決めていきました。ナイスコンビネーション関根。さあすぐに勝因です。揺さぶりながらどうする、松永、右ショートコーナー、そしてミドルポストのあたりからシュート、これは決めていきました。野沢のシュート、小林です、小林のシュートを決まっています。さあ今度は高瀬、負けじとスリーポイントを放っていきましたが関根です。順天堂、ここは決まりません。今度ボールは日野が取ります。途中投入、その日野がまたボールを受け取った、相手ディフェンスがついています。パスを選択、右からショットクロックが残り3秒となった中でシュートを放っていって、苦し紛れのシュートが決まった。4番松永、松永のシュートが決まっています。さあ今度は順天堂、高瀬、サイドを変える、これが決まった、落ち、弾かれる、リバウンドのボールも拾っているが、ここで長いブザーです。第1クォーターが終わりました。